ヒューネックス。スチームプリズン。おはようございます、キルス。今日もよろしくお願いします。顔色が良くないようですけど、具合悪いんですか？そうですか。窃盗犯の捕獲、大変でしたからね。はい。新会員のずっと奥に特別な入り口があるようです。え？昨日コルドア殿からもらった視察許可証に書いてありましたよね。すみません。でも、キルスが確認を怠るだなんて珍しい。本当に疲れているんですね。俺、少し心配です。わかりました。叩きはしませんけど、起こします。そういえば、ドレスの試着について、ご両親は何かおっしゃっていましたか？え？まずかったですか？そうですか。よかったですね。肩の荷、少しは降りたんじゃないですか。そうなんですか。頑張ってください。応援しています。ああ、そうですね。俺も、俺なりに頑張ろうと思います。おお、予定よりも早いじゃないか。感心だ。いや、君たちが来るか確認するため待っていた。おじけづいているのではないかと思ってね。
中には下界に対する恐怖のあまり昇格を辞退する者もいるというのに、実に頼もしい。あ、はい、おじけづくなんて全然、少ししか。大丈夫です。こうやってここにいるんですから。ね。下界への駅は、この廊下の先にある。まっすぐ進むがいい。おっと、失敬。そうだな。下界へ行くことがなければ耳にしない言葉だ。駅とは、この国と下界を行き来できる乗り物がある場所のことだ。そうだとも。下界は国の直下にある。歩いてはいけまい。あの、俺からも質問させてください。下界からこちらへ戻ってくることは可能なんですか？当然だとも。出なければ視察に行かせない。ですよね。しかし、どうやって？百聞は一見にしかずだ。じきにわかる。さ、行ってこい。行った。向こうから歩いてくるのは、もしかして。お前。面白い反応だね。まるで叱られた子供だ。そんな風に萎縮する必要はないよ。ほら、二人とも顔を上げて。あ、はい。別に
用というほどではないよ。道を譲ってくれてありがとうと言おうと思っただけだ。お前たちに神の祝福がありますように。じゃあね。俺、あんなに間近で見たのは生まれて初めてです。いえ、さっぱり。乗り物と言っていましたけど、馬はいないようですね。俺たち宛てのようですね。そのようですね。本書は下界と我が国をつなぐリフトの搭乗規則を記したものである。なお、便宜上我が国を上界とする。当リフトの運用の主な目的は下界への受刑者移送である。部外者の搭乗は固く禁じているため、注意されたし。当リフトの運行時間は以下の通りである。上階から下階への移送は原則日ごとあるが、上階への移送は不定期である。緊急時及び非常時を除き、リフトは定められた時間にのみ発着する。遅刻は自己責任とし、新会員は一切の責任を負わない。時間の厳守を心がけられたし。そのようですね。戻って来られないなんて絶対に嫌です。長居しないよう気をつけましょう。
キルス、近づいては。リフトでしょうか。わかりません。でもこれで移動するのだとしたら入らないわけにはいけませんね。俺が先に行きます。わかりました。ご武運を。わかりました。わかっています。でも、大丈夫ですか？起動準備完了。車内来賓用放送開始。皆様、本日は下界行きのリフトをご利用くださり、ありがとうございます。当リフトには添乗員はおりません。ご着席の上、到着までお待ちください。俺たち、どこに連れて行かれるんでしょうね。そうでしたね。すみません、
非現実的なことの連続で忘れていました。キルスはどうして警察官になろうと思ったんですか？すみません。警察官にならなければ下界へ行くことはなかっただろうなと考えていたら少し気になって。試験制度があるとはいえ、女性の活躍は難しい職です。なのに、どうしてこの道を進もうと思ったんですか？大丈夫です。俺好きなので。ああ、人の話を聞くのがってことです。はい。
はい、ありがとうございました。ええ、貴重な話を聞けてよかったです。それは先ほどの話の。お待たせしました。下界へ到着です。お忘れ物のないようご注意ください。ご利用ありがとうございました。はい、喜んで。と言っても大した話じゃないんですけどね。俺が想像していたのと全然違います。ええ、犯罪者が送られる先ですから、もっとこう、牢屋みたいなところかと。それはこの場所だけですよ。ハウンズのリーダー、ザクセン・ブランデンブルクです。ようこそ最果ての獄へ。ええ、新官員から視察者を案内しろという通達を受け参上しました。当然です。上階の上品な方々は知る必要のない組織ですので。我々ハウンズの主な仕事は、上階から送られた罪人の取り締まりおよび管理、いわゆる看守役です。メンバーは私を含め全員が上階出身、警察官と同じく新官員が管轄している部署の一つです。警戒は不要ですよ。わかりました。勇ましいですね。女性ながら警察官になるだけのことはある。ええ、では行きましょう。
どうしました？あれは視察と関係ありません。あなたの任務には一切関係のない場所です。この下界にはお嬢様には物珍しいものがたくさんあるでしょうが、任務でいらしたのであればつまらない興味は捨てることです。下級警察官殿。